い、こちらはですね、街中にあるツリーハウスという大きな木の中にですね、遊具がある場所なんですけれども、こちらでですね、ライフコーチングをしているマリちゃんにいろいろ聞きたいと思います。あれ、マリちゃんどこかな？あれあれあれ、どこかな、マリちゃんは出てきた。ライフコーチングをしているマリちゃんにいろいろと聞きたいと思います。ケアンズ在住者の経験から聞くガイドブックに載ってない生の情報、レッツゴー。ケアンズラブラブ、あなたをケアンズの虜にしちゃうぞ。ケアンズでウェディングプランナーをしてます、エドワード玲子です。今日はマリちゃん、ライフコーチングをしてますマリちゃんにですね、いろいろケアンズのことなど聞いていきたいかと思います。ではまず自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。マリちゃんことバーディーマリコです。私は2002年からケアンズに来てまして、なのでちょうど20年になります。もともとは旅行会社の方でお仕事をさせていただいてたんですけれども、今はまた旅行会社の方でもお仕事をする傍ら、自分では皆さんの特に女性の幸せな自立などを、ね、応援したいと思って、一緒にこうね、やりたいこととか自分を見つめるライフコーチングっていうことをさせていただいてます。じゃあまたそのことも後ほどお伺いしたいと思いますが、今日ね、ここ場所がですね、ツリーハウスという大きな木の中に遊具があるところなんですけどね、もうこうまりちゃんもね、子供が2人いて、ここによくピクニックとか来られるということで、まりちゃんの好きな場所、憩いの場所としてこちらで撮影をさせていただいてます。じゃあケアンズに来て驚いたことって何かありますか？そうですね、ケアンズにね、その20年前に来てね、最初に驚いたことは、なんかみんながすごくこう自由 で楽しそう。それがこう持ってるものとかお家とかそういうことじゃなくて、もう本当に自分の好きな価値観で楽しそうで、あとは裸足で歩いてる人とかいっぱい、その辺にいっぱいいて、私も裸足で歩いてみたんですけど、意外に気持ちいいっていう、はい、それができちゃうことがね、マキアンズの良さみたいな感じで驚きだったり、あとなんかじゃあそういう部分も含めて親とか友人に勧めたいこととか場所とかなんかあります？ね、このケアンズの周りってすごいね、自然が豊かで、川とか山がすごいね、綺麗なんですけど、その中でも私が一番好きなのはムスマン渓谷が。ムスマン渓谷いいですね。ね、まあ泳げるし、熱帯雨林の中も歩けるし。そうなんですよ。ね、特にうちの両親がハイキングとか山登りがね好きなんですけど、そこのムスマン渓谷の周りにこう熱帯雨林があって、そこのウォーキングトラックをね一回両親連れてったことがあるんですけど。うん、そんなにこうきつすぎず、でもあるちょっとこう負荷がある感じで、すごくね景色も綺麗で良かったって言ってくれてたんですよ。なのでね、もし行かれる機会がある人はぜひ行ってみてください。じゃあ次にケアンズ生活ね、20年ということだったんですけども、ケアンズ生活で何かチャレンジとかってありましたか？そうですね、私はケアンズにね最初に来た時に、仕事もなく、大学卒業してすぐ来たんですけれども、仕事もなく、日本の方で学生してる時にアルバイトをした100万円ちょっとぐらい の, そのお金貯金と、あとはね、知り合いもいないっていう状態で、でも何かこうね、ワクワクした気持ちだけでこう来て、なのでやっぱその中でお友達を作ったりとか、で英語をやっぱり話すようになりたいっていう思いで来たので、英語しか話さない環境のお家を探そう、お家を探したり仕事を探したり、そういうことすべてがね、一から始めたところがチャレンジ。なるほど。仕事ってすぐ探せました？仕事はね、事前にどうやったら探せるのかななんて日本でもちょっとインターネットで調べたりしてたんですけれども、こっちに関しては日本語の専用の掲示板っていうのがあったんですよね。そこで日本語を話せる人向けの求人が結構あって、割ともうすぐ電話して面接をさせてもらって、お仕事自体は見つかりましたね。よく日号プレスとかね、日本語でいろいろとね情報載ってたりとか、あとフェイスブックとかでも乗務員ケアンズみたいなグループとかもあるので、そういうところで仕事もね、すぐどれぐらい見つけようと思ってから決まるまでどれぐらいかかりました？多分2週間ぐらいでもう履歴書送って面接してスタートまで。ちょうどねタイミングがよく面接させていただいたら、電話をしたらもう、あ、明日面接があるんですよなんていうお話で、すぐ面接に行って、そし
なっていうようなタイミングがあったんですよ。なのでね、その、まあ、仕事がなく来ても、まあ、ちょっと不安だったけれども、まあ、なんとかなったという感じですかね。そうです、はい、そうなんですね。じゃあこういろいろとその初めの仕事は実際何だったんですか？ツアーガイド。ツアーガイド、ツアーガイドのお仕事をしてて、今はライフコーチングのお仕事をしてて、はい、どんな感じのきっかけで今の仕事につながってるんですか？はい、そうですね、もともとツアーガイドから始めて、その後そのガイド会社の、ま、オフィスの方などをやっていたんですけれども、うんうん、子供もできて今忙しくなって、私は毎日こう忙しく毎日を過ごしていて、このままずっとこれでいいのかななんて思ったりもしていたところに、まあ、コロナになって時間ができて、コロナでね、旅行がね全滅でしたもんね。でちょうどね、生活にこう不安だったり資格取った方がいいのかなと思ってる時期でもあったので、じゃあどんな資格を取ったら今後ねいいのかなって調べたりすごいしたんですよ。でもそこで結局将来じゃあ有望なこういう資格ですとか、こういう仕事に就いたらお金になりますとか、なんかそういうことだけ見てても、結局続かなかったりとか、自分は何したらいいのかってよくわからなかったんですね。であとは自分自身のことをすごく自己否定が強かったんですよ。で自分のことを好きではなかったので、結局誰かをじゃあ独立してこうお手伝いをねする、何かお仕事をしようとしても、その人をこう助ける、何かしたいっていう気持ちでなかなか動けなくて、結局は自分が自分のことをよく知るっていうことが大事だったっていうことに気づいて、まあ、私もそういうコーチングだったりとか自分のビジョンっていうものをこう見つけるような講座を受けたんですけど、その気持ちを変えたら物の見方、人生の見方全部変わったんです。なのでそう、これを人にもっと伝えていきたいなと思って、ライフコーチングに。そうですね、すごい、もうね、オンラインとかでもいろいろねできるので、もし興味がある人は概要欄にまりちゃんのホームページ載ってますので、アクセスしてみてください。そうなんですね、そうすると同じお仕事をしてても、なんだろう、こう受け止め方が全然違うんですよ。やっぱりこうやりたいっていう自分の気持ちから自分を楽しんでお仕事ができているので、例えば今の旅行会社の仕事でも、私ダメだ、ね、もっとちゃんとできるようにならなきゃって、どんどん自分を苦しめてしまっている状態から、今自分ができることを、やればいいって、等身大の自分でいろいろものを接することができたり、お仕事ができたりとか、ね、大切ですよね。まあ、無理するともっともっともっとでね、いつまでたっても満足できないみたいな。そうなんです。でもそれは自分を満たしてあげないとっていう、ね、本当に自分の今のままのダメなところもいいところも丸ごと含めて自分を、ね、認めてあげるっていうのが本当に、ご自身の経験からコーチングされてますのでね、ぜひ気になる方はチェックでお願いします。では最後に、これからケアズにね、そうやってまあワンホリでも仕事を見つけようという方にも、まあ、今までのねまりちゃんの経験から何かアドバイスありますか？はい、そうですね、もしねこう人生何か変えたいなと か、 なんか新しい気づきを得たいなと思ってケアンズに行きたいなと思っている方がもしいましたら、コースレラジーの方とかと会話を、ね、したりするときに喜びを、ね、思いっきりこう伝えてほしいなと思うんです。言葉は、ね、伝わらなくても笑顔とかはもう身振りで、本当にこの嬉しい、ありがとう、美味しいっていう気持ちが伝わると思うんですね。日本人の方ってシャイな方がいるから、なかなかこうエクスプレッション、ね、表現できなかったりするんですけど、やっぱり大事ですよね。そうなんですよ、何も言わなかったら伝わらないですもんね。本当にそうなんです。なので感情を思いっきりこう出して、そうするとオーストラリア人の方も、この人を何か喜んでくれてもっとしてあげようとかって思って、そこから、ね、何かいい出会いがつながっていくんじゃないかなと、はい、思います。アドバイスは表現をしよう、はい、ってことで、いい人です。はい、過ごしていただけると思います。じゃあ皆さん、気合いをお待ちしてます。